2006年、山形県である事件が起きました。離婚を突きつけられた男が最悪の選択をしてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる相馬勇は山形県鶴岡市に住んでいました。彼は周囲の人から挨拶もできて普通にいい人という印象を持たれていたようです。そんな勇は結婚し子宝にも恵まれていました。しかし事件を起こす10年前、一人の女性と再会を果たします。その女性というのが結婚前に交際をしていた A 子さんでした。実は A 子さんもすでに結婚し二人の子宝に恵まれている既婚者だったそうです。つまりこの時点で勇と A 子さんはお互いに配偶者がいたのです。しかし二人はお互いに配偶者がいるのにもかかわらずそういう関係になってしまいました。とはいえ二人にとってそれは遊びではなかったようで驚きの決断をしたのです。なんとよりを戻すために勇と A 子さんはそれぞれ離婚したというのです。そうして当時の配偶者と別れた二人は再会してから2年後に結婚することになりました。勇は A 子さんと結婚するにあたり実子の引き取りを諦めています。しかし勇の前妻が黙っているはずがありません。そして勇の前妻は A 子さんに対して慰謝料を要求しました。この慰謝料については勇が自宅を処分し用立てたのです。こうして妻と離婚し親権と自宅を手放してまで勇は A 子さんと一緒になりました。さらに A 子さんの連れ子の二人とは養子縁組をしています。しかし連れ子のうちの一人である M 君が後に被害者となってしまうのです。M 君は素直で優しい真面目な少年だったようで、勇のことを父親として慕ってくれていたといいます。また、結婚後の勇は料理人として真面目にホテルなどに勤務をしており、円満な夫婦生活を送っていました。こうして勇は幸せな家庭を手に入れたのです。そんな中、事件から2年前である2004年、勇はある夢を叶えます。その夢というのが自分の飲食店を持つというものでした。彼はこれまでホテルなどで料理人をしてきた経験を生かして2004年5月に飲食店を開業したのです。そして A 子さんや M 君も手伝いをしていたようで、家族で経営しているお店という感じだったといいます。この時 M 君は高校生になったばかりだったのですが、手伝いすることを嫌がることはなく、むしろ積極的にメニューを作ったりして勇に協力してくれていました。そんな M 君のことですから、学校の友達やお店の客からも愛されていたそうです。ただ、お店の経営を軌道に乗せるのは簡単ではありません。お店をオープンしてからの勇は、昼も夜も休みなしに働くようになります。そのため、それまでのように親子で夕食を食べたり、会話をする時間がほとんどなくなってしまいました。こうして、徐々に家族のコミュニケーションが希薄になっていったのです。そのような状況の中、妻の A 子さんはお店の経理や配膳などをして勇のことを支えていました。しかし彼女はお店の経営の経験がなかったため、次第にこれらの仕事に追われるようになっていったのです。当然仕事のことを負担に感じるようになり、勇に対しての不満も抱くようになります。そして A 子さんはお店を開業して1年が経った頃から慢性的に体調不良の状態になったそうです。そのように体調が良くなかったため、勇から求められる夫婦生活に応じないことも増えていきました。すると勇は自分勝手な思いを抱きます。なんとお店を手伝ってくれている A 子さんに対して浮気をしているのではないかと疑うようになったそうなのです。そのように疑いの目を向けてくる勇に対し、 A 子さんはますます不満を募らせていきました。さらに2006年1月になると、 A 子さんの体に手術が必要な疾患が見つかります。この事実に A 子さんはお店の経営など時間に追われるような勇との生活に疲れ果てて、気持ちも離れていきました。そして勇との離婚を真剣に考えるようになったのです。ただ A 子さんは子供たちのことを溺愛しており、離婚を決意する前に子供たちに相談すべきだと考えました。そのため彼女は勇との離婚について子供たちに相談しています。すると M 君ともう一人の子供が離婚に賛成してくれたのです。
こうして子供たちの意思も確認した A 子さんは、離婚に向けてアパートを探すなどの準備を始めました。その一方で勇は A 子さんの態度が冷たくなったと感じており、彼女の負担を減らそうとパート従業員を増やすなどの対処をしています。しかし勇はあくまでもお店は家族のためにやっているのだとして、仕事のやり方を変えようとはしませんでした。そして A 子さんの仕事に対する態度が気に入らないと、とんでもない行動に出ます。なんと A 子さんに手を挙げることもあったというのです。さらに自分の気持ちを分かってくれない妻が悪いという思いを強く持つようにもなりました。そのような生活が続く中、ついに決定的な出来事が起きてしまいます。それは事件が起きる2日前のことでした。その日 A 子さんは友人と会って飲食をしていたそうです。すると彼女の携帯に勇から電話がかかってきます。勇からの着信は十数回にも及んだようで、 A 子さんはしつこく干渉されたことに嫌気がさし、離婚することを決意したのです。そして彼女はその日のうちに離婚届の用紙を入手して、名前を署名し、押印もして書類を整えました。事件当日となる2006年6月10日、この日朝から勇と A 子さんは自宅兼店舗1階のダイニングキッチンで些細なことから口論になってしまいます。ここで A 子さんは前日までに用意していた離婚届の用紙を勇に突きつけたのです。いきなり離婚届を突きつけられた勇は激しく動揺します。なぜなら A 子さんが離婚を考えているとは全く予想していなかったからです。そのため勇は思いとどまってくれるように A 子さんに頼み込みました。しかし勇と別れたいという A 子さんの決意は強固なものとなっており、優しい返事が返ってくることはありません。そうして2人が口論をしている間、当時高校3年だった M 君は同じ室内にいました。そして勇は口論の中で M 君がすでに妻から離婚の相談を受けていたことを知ってしまいます。この時実の息子同様に接してきたはずの M 君も離婚に賛成しているのかと思い、裏切られたと思ったそうです。その後仕事の時間になったため一旦話を中断しています。そして昼食の席で再び A 子さんに対し離婚を考え直すように頼み込みました。しかし A 子さんの気持ちが変わることはなく、いよいよ離婚が現実のものになったと思い、不安を感じた一方で、妻は自分勝手な理由で一方的に自分に離婚を押し付けているとも感じたそうです。そうして怒りと悔しさを募らせた勇は、同じ部屋にいてやり取りを聞いていた M 君に対しても自分を裏切ったとして同様の怒りを覚えました。その後 A 子さんと M 君が料理の配達をするため出かける準備をしています。そんな二人に勇は仕事が手につかないとこぼしました。ただ A 子さんは離婚話をされて平気な人はいないと返答したそうです。勇はいたわり、あるいは謝罪の言葉を期待していたため、 A 子さんの返答に激怒しました。この日は夜に来客の予定が多く入っていたのですが、全く仕事が手につかず追い詰められていきます。そして A 子さんと M 君が配達を終えて帰宅してきました。勇は再度考え直すように話をしたいと思いましたが、先ほどのような冷たい態度をされることを恐れて躊躇してしまいます。すると A 子さんは勇の姿を見ても話しかけずにすぐに別室に行ってしまいました。この状況に勇は A 子さんから無視されたと思い込み、次のように考えたそうです。自分は A 子と一緒になるため実の子と別れるなど様々なものを犠牲にしたのに、 A 子はそんな自分の愛情や献身を少しも分かろうとせず、自分を用済みのように捨てようとしている。A 子と離婚したら自分には何も残らないのに、 A 子には二人の子供が残るのは不公平だ。どうして自分だけこんな辛い思いをしなければならないのだ。このように考えていると A 子さんが部屋から出てきたのですが、そのまま2階へと上がっていってしまいました。もちろん勇に声をかけることはありません。勇は改めて A 子さんに尽くしてきた自分の人生を全否定されたと感じ、 A 子さんを手にかけて自分の人生も終わりにしようと考えました。しかしここで勇は自分がまだ A 子さんのことを愛していることに気がつきます。
さらに A 子さんを手にかけてしまうと、自分の思いを A 子さんに思い知らせることができないとも感じました。そのため A 子さんを手にかけようという気持ちは思い直したのです。その代わり、勇は誰もが予想だにしない最悪の考えに行き着いてしまうのです。A 子の命を奪うよりも一人ぼっちになってしまう苦しみや悲しみ、俺自身がどれだけ A 子に尽くしてきたかを分からせるには、一生苦しめてやるのがいい。そのためには命の次に大切なものを奪えばいい。自分が A 子から用済みと思われたのは、 A 子が自分ではなく M を頼りにしているからだ。 A 子を手にかける代わりに、 A 子が大切にしている M を手にかけて一生苦しめてやろう。M を手にかければ、 A 子は頼りを失い、自分のありがたみがわかるだろう。驚くべきことに、それまで自分のことを慕ってくれていた M 君を手にかけようと決意したというのです。さらに自分を裏切って A 子の味方をしたという強い憎しみを感じていたこともあって、 M 君を手にかけようと決意したといいます。その後、当時48歳の勇は自宅に併設してあるお店から刃物を持ってきて、当時17歳の M 君に近づきました。そして勇は、 A 子の代わりに死んでくれなどと叫びながら刃物を振り下ろしたのです。突然の出来事に M 君は、何するんだこの野郎などと叫びながらその場に倒れ込みます。勇は M 君が自分のことを父さんではなくこの野郎と呼んだことに激高しました。そして倒れた M 君めがけて、さらに刃物を数回振り下ろしたのです。すぐに M 君の悲鳴を聞いた A 子さんが現場に駆けつけ、 M 君をかばうように覆いかぶさりました。その後も勇は M 君を攻撃しようとしましたが、 A 子さんが防ごうとしたため彼女の腕にも攻撃しています。そして勇は、 A 子のことは手にかけない、一生苦しめてやるなどと言い放ち、自宅を出て行ったのです。その後 A 子さんは通報し、 M 君は病院に搬送されるも帰らぬ人になってしまいました。自宅から出て行った勇はそのまま警察署に出頭し、犯行を認めたそうです。取り調べでは、当てつけのために妻が溺愛していた息子を背後から刺した、バカなことをしてしまったなどと供述しています。その後の裁判で検察側は懲役18年を求刑し、弁護側は自首が成立する場合と同様の評価をするべきなどと述べました。判決公判で裁判長は、被害者は17歳で高校3年という将来に大きな夢を抱き、青春を謳歌している時に長年家族として暮らし、父として慕ってきた被告人から突然刃物で刺された、その悔しさ恐怖は想像を絶するものであっただろうし、 A 子の代わりにという理不尽極まりない理由で手にかけられ将来を奪われた無念さは察するに余りある。また最愛の息子を自分の代わりにという理由で夫に命を奪われ、さらに息子の最後の場面に居合わせることになった A 子さんの悲しみ、苦しみ、怒りなどの心情は推し量ることも困難なものであり、その負担は限りないものと言える。遺族が被告人に対し厳罰を希望しているのも当然というべきである、などとして懲役17年を言い渡しました。一人の男が起こした本事件。被害者となった M 君は、勇と同じ料理人になりたいと夢を語っていた時期もあったそうです。被害者のご冥福をお祈りします。